メノルカ空港は、スペインバレアレス諸島のメノルカ島にある空港。バレアレス諸島州マオーマオンにある。メノルカ島の首都マオーマオンの中心市街地から4 5トル南西に位置する。バレアレス諸島の北東にあるメノルカ島には、1920年代にサンリュイス飛行場が建設された。百六十九年三月十四日、サンリイス飛行場を置き換える形で、 メノルカ空港が建設された。2001年には282万5147人の旅客数を記録し、それまでの記録を破った。2006年9月14日には建設作業中の新ターミナルで屋根の一部が崩落する事故が起こり、数人の建設作業員が負傷した。2008年のリーマンショック後、2009年には、 旅客数が243万3666人にまで落ち込んだが、その後は緩やかに持ち直し、2015年には286万7482人となっている。年間を通じて運行されている定期便は以下の通り。これに加えて特に下記にはイギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど様々な国からの季節運行便がある。ありがとうございます。